タラチャンネルです。本日は、一番くじやりに来てます。本日、狙う一番くじは当たった。どれ残ってる？これか、かわいい。どれでもいいな。それもいい。これは A 賞か。はい、B 賞がエプロンなんだ。そうそう、エプロンもね。C 賞がプレート。うん、かわいい。お皿もかわいい。なんか珍しい。全部かわいい。 E がバッグ。バッグ。 E がお皿。かわいい。で、F がボトル。ボトル。で、D が C、ステッカー。で、H が何これ？あ、メモ帳？はい、それではやっていきたいと思います。珍しく悩んでんな。誰だ。3つ選ぶの？あ、違かった。どうする？いいえ、もう一個選ぶ。どうすんで。いや、今捨てたのが気になっちゃうよ。いいよ。はい。じゃあ、あなたのから。見して。できますよ。はい、いいよ。じゃん。G、あ、ステッカーだ。ステッカー、あ、いいよ。ダメだ。H。何？何これ？使える？分からん。じゃん、あ、バラバラだ。そう、バラバラだ。あ、皿。オッケー。はい、はい、これで。お皿。全然、あれだね。全然、ファイヤーで。全然引かれてない。あそこはなんで売り切れだったんだ？あ、売り切れてんだ、もう。人気なんだ。今日かな？今日からだよ。本当は20。あ、来たよ。お、でっかい。どれにしよう。それがいいかな。それがいいな。それにしよう。かわいい。でかい。でかくない？でかい。これにするの。大きいじゃん。ね、いい賞にしてもね。ね、あ、かわいい。H。H メモ帳？あ、これノートか。メモ帳か。見えないね。これにしようかな。わかんない。他は何？他はなんかこれメモ帳ノート。これはノート。あ、これはノートなのか。そう。え、ノート。これにするの？これにしようかな。かわいい。これが何？何賞？E賞。G 賞。どうしよう。何これ？これポイントのやつの。あ、叩けてにしようかな。全部見て。あ、もうね。全部見てまず。かわいい。これも捨てがたい。して。これはパフェね。パフェ。どれもかわいい。これはなんか、これはかわいいじゃん。そう、プラスお金を払ってやるやつの。そう、叩き気にする。叩き気にします。これ？うん、パッキー。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。 OK。 かわいい、全部かわいいよ、ほら。ほんとだ。かわいいです。はいはい、はい、これ何賞？これは H。 H 賞。メモ帳だ。なんかどんな感じなんだ。あ、かわいい。見て、かわいい。へえ。あ、いいね。あ、かわいい。
違うじゃん。ああすごい。作ったことあるとか。ああ。え、かわいいよ、ほら。途中から違うじゃん。うん、かわいい。いいね、使える。包丁だからね。めっちゃ使います。ピカピカ。それは何？ジップ。ジップとシールが入ってる。シール？うん。え、シールなの？ステッカーなの？ステッカー。見て、トタケケの CD のやつ。ジャケットのやつ。かわいくない？かわいいんだけど。本当だ。え、これを、こっちのジップも使えるの？まあまあ使う。ああ使えるのかな。これはステッカー入れなのか。そうステッカー入れ。まあまあ使おうと思えば使えるけどね。うん、なんかこうやって。ステッカーが入ってるやつなのか。そうそう、トタケケ。最後はお皿。お、なんか思ったよりでかい。いいしょね。うん。でかいじゃん。でかいよね。いた。え、シール貼ってあった？貼ってないよ。貼ってないの。開かない。破れちゃった。なんかびっしり入ってる。いた。みんな気をつけて。使うでしょ。うん。超痛かった。から親指やっちゃった。ギシギシだよ。あー、すごいこれ。ボロボロ。箱がボロボロです。そんな感じなの？まあ、お皿だから頑丈なのは当たり前か。いや普通のなんか平べったい皿じゃないんだ。あ、なんかボールって書いてあったよね。あ、ボールって書いてある。ボールって書いてある。うん、いいね。ボールだったらいいじゃん。私用だ。あ、かわいい。使い道あるじゃん。使い道めちゃめちゃある。これ私用のお皿で、ね。深いじゃん。え、欲しい。全部集めたくなってしまう。そう。かわいい。え、いいね。うん、深いから使えるわ。めちゃめちゃかわいい。しかもかわいいから。ほんとだ。めちゃめちゃかわいい。これ、いい賞だったら、ね。今回の結構いいんじゃない？なんか。いい方じゃない？ E とか G 賞とかさ、H とかでも嬉しい。当たって。なんか全部かわいい。これ種類書いてないの？うん。書いてある？書いてある。おう。これね、本当だ。これ全部ボールなの？全部ボールっぽい。もうタヌキが可愛かったじゃん。可愛い。全部可愛い。悩んだ。けど色味がこれ可愛いなと思って色味これにした。じゃあ今日からだよね。うん。だから火曜日本当は。火曜日からなの？そう、20。でも田舎だからあれなの？かな、26から。っこっちは28からでしょ、うん、今日から出たのかな。今日から出たと思うな。今日の朝からね、店頭に並んだんで、え、もしセブンイレブンで、動物の森、の一番くじやってますんで、うん、ぜひ。かわいい、はい、どれも、どれもかわいいので気になる方は、ぜひやってみてください。